作業を行ったのは松江市に本社を置くサンビルで、今日は米子市の障害児支援施設で最先端のナノテクノロジーを活用した抗ウイルスコーティングを実施しました。強い活性力を持つ環境浄化触媒ダイアニウムを含んだ液体を吹きつけることでウイルスを不活性化させ消臭抗菌抗ウイルス効果が得られるということで、児童たちが遊ぶエリアの壁や水回り玩具を中心に作業を進めていました。施設を利用される皆さんに安心安全をお届けできる商品だと思っております。この抗菌抗ウイルスコーティングの効果は3年ほど持続するということです。